昔々、女の子が森で遊んでいると、遠くに家が見えたので行ってみました。その家は、3匹の熊の親子が住む家でした。ドアを叩いても返事がないので、女の子はそっと中に入りました。台所のテーブルの上に、大きいお椀と中くらいのお椀と小さいお椀がありました。どのお椀にもスープが入っていたので、女の子は一口ずつ飲んでみました。小さなお椀のスープが一番おいしいわ。お腹が空いていた女の子は、小さいお椀のスープをすっかり飲んでしまいました。今には椅子が3つありました。大きい椅子は高すぎます。中くらいの椅子は座り心地がよくありません。小さい椅子は女の子にぴったりです。揺らして遊んでいたら、椅子が壊れて女の子は尻餅をついてしまいました。隣の部屋にはベッドが3つありました。大きいベッドは広すぎるし、中くらいのベッドは硬すぎます。小さいベッドはちょうどいいわ。女の子は小さいベッドに潜り込んで眠ってしまいました。しばらくすると3匹のクマが帰ってきました。おや、わしのスープを飲んだのは誰だ？まあ、私のスープを飲んだのは誰？お父さんグマとお母さんグマがうなりました。ちびグマが泣き声で言いました。ああ、誰かが僕のスープを飲んじゃった。今に行くと、おや？わしの椅子に座ったのは誰だ？まあ、私の椅子に座ったのは誰？お父さんグマとお母さんグマがうなりました。そしてちびグマは、誰かが僕の椅子を壊しちゃったと泣き出しました。3匹のクマは隣の部屋に行ってみました。おや、わしのベッドに寝たのは誰だ？まあ、私のベッドに寝たのは誰？お父さんグマとお母さんグマがうなりました。ちびグマが叫びました。見て、僕のベッドに誰かがいるよ。目を覚ました女の子はびっくり。キャー！慌てて窓から逃げていきました。おしまい。